今日はのっぽろから栗山だよ。今日は2021年8月7日。気温31度、天候晴れ。ここはのっぽろ駅です。今日は夕張鉄道を廃線跡を、のっぽろから栗山まで走りますよ。それでは行ってみよう。夕張から栗山を経由して、のっぽろまでを結んでいた夕張鉄道。炭鉱閉山や、モータリゼーションの進行で昭和50年に廃線となりました。この辺りは以前お散歩していますので、興味のある方はぜひご覧ください。正面のマンションはのっぽろ中泊ショートです。エブリを過ぎた先のパチンコ屋は北海高木前駅跡です。廃線跡は通称キララ街道として平成15年に整備されました。まだお昼を食べてないよ。チコカフェと読むみたいです。冬に通りかかった時やってなかったので気になってました。店舗はコンテナ改造のようですね。行ってみよう。内部は店主のセンスが感じられます。一つ一つの調度品にこだわりがありそう。窓枠と椅子が真っ青でマッチング。夏を感じる店内です。こちらはお食事メニューはないそう。頼んだのはマフィンとコーヒー。確認はしてないけど手作りっぽいです。甘さ控えめのあんこがいい感じ。店主さんは猫好きかも。いろんなところにモチーフあるよ。美味しくいただきました。お店はとっても良かったんだけど、隣の席の人が感じ悪かったよ。まあそれは仕方ないですね。この辺りは以前紹介してるので、早送りで行きます。そろそろ次の駅ですよ。上江別は、登場頻度高いよね。早苗別川を渡ると、一気に田園地帯だよ。この辺りは廃線跡が道路になってるよ。なんだか遊鉄が、新幹線になったような全面展望。この辺りは東のっぽろですが、昔は下の月と呼ばれてたよ。昔は簡素な駅でした。以前はこの辺りで吹雪に遭いました。千歳川を渡ると南ぽろ町へ突入。左手は南ぽろ温泉、右手は晩水遊水地です。工業団地を通り過ぎると次の駅が見えますよ。史跡表がありますよ。この辺り道は曲がるけど、廃線跡は直線ですよ。交差点を直角にするためですね。次は国道337号の高規格工事ですよ。廃線跡を通ってきたキララ街道を、ここで廃線跡を離れます。この砂利道が廃線跡です。確認してみよう。ここがキララ街道。ここが砂利道。昔はどうかな？確かにキララ街道と砂利道に線路と追ってますよ。廃線直後の写真でも確認できますね。今の写真に線路だけ残してみたよ。砂利道が廃線跡で間違えないですね。でも砂利道か。先週パンクしてチューブ交換したばかり。今回は回り道します。回ってきたよ。これが廃線跡。廃線跡は住宅街に伸びてますよ。住宅街の中の廃線跡は遊歩道として整備されてます。でもそれは途中までで、住宅にぶち当たります。南ぽろ町中心部の廃線跡はどうなってるのかな。南ぽろ町西町付近ですよ。昔は一面田んぼだったようです。廃線跡の北側がまず宅地造成されます。その後南側も宅地造成されてますね。こうした経緯から廃線跡が比較的残ったと思います。ってなわけで、南ぽろ駅跡までは一気に行きます。町の中心部ってことで再開発されてます。ちょっと休みます。南ぽろ駅周辺を見てみましょう。南ぽろ駅跡周辺ですよ。南ぽろ駅はなくなったけど、黄色い道道は南ほろむい停車場線です。昔の名前でやってます。的な感じっす。南ほろむい。開業当時、南ぽろ町はほろむい村でした。岩見沢に国鉄ほろむい駅があったので、南ほろむい駅となりました。
敗戦直後も一面二線が確認できます。平成になって大きく発展した南ポロ町、駅跡周辺は跡形もなく開発され、駅跡は道路になってます。廃線跡に沿って開発された西町と違い、東町は跡形もなく開発されました。ってことで廃線跡まで一気に走りますよ。きらら街道はこちらです。廃線跡は東町を横断してます。この辺りが出口ですよ。跡形もないですよね。暮らしやすく区画整理されてるんでしょうね。廃線跡はここから長沼方面に伸びてますよ。さあ行ってみよう。南ポロ町は農業の町、豊かな田園が広がってて走ってて気持ちいいですよ。そして町境ですよ。旧夕張川を渡ると長沼町へ突入。この橋は長南橋、長沼と南ポロですね。わかりやすいです。さて長沼を走っていきますよ。夕張鉄道は最短ルートを通るため長沼町中心部は通りません。町の北部を横断していました。そしてここに駅がありましたよ。全く痕跡ないですよ。正直完全に見落としてました。この駅は開通後しばらく経った昭和34年に開業、無人駅で開業後15年で廃止されました。いや本当気づかなかったんだよね。次の駅に着いちゃってやべえって感じ。まあこの景色に免じて許してください。夏って感じの空ですよね。これから秋が近づいてくるとどんどん雲が下がってくるんだろうな。あらら、目の前はカーブしてるようですよ。倉庫と倉庫の間の空間、これが廃線跡です。北長沼の駅に繋がってますよ。ここには自販機並んでるんだけど、注目の商品がありますよ。なんと70円、100円でお釣りが来ます。ってことで買っちゃいます。30円お釣りをもらいました。飲み切りサイズを飲み切りたくバヤリースにしました。内容量は 245g。 キンキンで生らうまく感じました。北長沼市街を回って廃線跡を探します。こちらが駅跡方面です。そして反対側にも廃線跡、さっきの倉庫ありますよ。よし、爆走して廃駅跡を探します。あらら、これは道路か、私有地か。運送会社の倉庫になっています。特に看板とかはありません。北長沼駅跡付近ですよ。運送会社の敷地一面が駅跡みたい。廃線後しばらくは原型を残してますが、運送会社へと変貌します。今の写真の注目はここ、堂々ですよ。これは北長沼停車場線、昔ここに駅があった名残ですね。ということでかつての駅前通りですよ。さらっとした紹介ですいませんでした。廃線跡のきらら街道に戻ってきましたよ。この交差点できらら街道は左折します。廃線跡はそのまま直進です。この道は道道455号、絵には栗山線。あれ、この道って昔からあるよね。廃線跡との関係はどうなってるかな。交差点ですよ。絵には栗山線はここで曲がってますね。お、線路手前で曲がってますね。廃線直後のカラー写真でも曲がってますよ。今の写真に線路跡を貼ってみると、廃線跡は堂々の北側です。今は畑になっていて痕跡ないようです。この道が交差点過ぎで曲がってるのはこうした理由ですね。この道は遊鉄ができる前から人々をつないだ大事な道。廃線跡を左手に感じながら走りますよ。おっと、堂々が右に曲がってますよ。進路を確認しないとですね。今ここにいますよ。昔の写真重ねます。ちょうど廃線跡に立ってるみたい。跡形もなくなってるけど、あぜ道が廃線跡みたいです。全土の南北で土地の持ち主違うのかな。
おかげで配線跡がわかりますよ。ここから先配線跡は田んぼの中です。並走もできないし画角に収められないのでスキップします。どこなのかって言われそう。この草むらの中が駅跡のようです。赤丸が待合室ですが、隣の農家が離農したようで一帯が草に覆われています。続いて夕張川橋梁を見に行きますよ。この広い畑を走ってた夕張鉄道、この辺りが中央の島屋駅でした。跡形はないですが、まっすぐ進んだ夕鉄は川を越えますよ。ちょうどこの辺りに鉄道橋がありました。夕張川ですよ。昔はこの川を線路が渡っていました。廃線後の河川敷には田畑が広がっていました。現在堤防の内側に田畑はないです。ただ廃線跡に沿って道があるようですよ。廃線跡に沿った道に向かってます。着きました。今この辺りっす。しばし固まります。草丈わや火を消して突入します。虫除けスプレー全身にまとってます。草に激突します。あ、最近こういうの多いな。今のところ痕跡は全くないです。橋脚の端くれくらいないかな。何か融鉄的なものとかないかな。そんなことを思っているとエンドです。まあここまで整備されてたら何も残ってないのが普通か。対岸の栗山を眺めて帰ります。一旦道道に戻って夕張川を渡るよう。長沼と栗山を結ぶ馬追橋は絶賛架け替え中。今年6月から始まった工事は約5年で完成予定です。この橋、次の橋で7代目。洪水との戦いの歴史のようです。架け替えで狭かった橋が広くなりそう。初代の橋は明治34年架橋。その前はどうしてたのかな。渡船で渡ってたよ。対岸の栗山の廃線跡を探してたら見つけました。内容を読んでみると渡船場はここじゃなさそう。今いるのはこの辺り。明治23年頃は右縁別川河口付近らしい。それってどこ？ここです。なかなか離れてるよ。その後はこっちに移転したようです。あ、そうだ。今回は廃線跡を探してるんだった。廃線跡はこちらのようですよ。行ってみよう。看板を後にして木がたくさんあるところは、ここですね、きっと。気持ちが早まりますね。着いたけど、特に痕跡はないです。あったとしてもこの草じゃねえ。廃線跡をあまり感じることできないよう、廃線跡に沿った道まで来ましたよ。栗山町内に入った夕鉄は北側からぐるっと栗山駅へ向かいます。そして多分この辺りで国鉄に並走してたよ。今の写真でもなんとなくわかりますね。昔の写真で廃線跡を確認しよう。走ってきた道が廃線跡に沿ってるよ。今のアンダーパス手前で国鉄線に並走しますね。アンダーパスを抜けて南側のこの道は昔の道々のようですね。今は行き止まりです。のっぽろから走ってきた夕張鉄道の廃線跡、栗山駅に着きました。栗山駅はかつて3面5線で4、5番線が夕鉄でした。今は町の複合施設になってますよ。今日はこの後同じルートで帰りました。距離はノルマ達成ですよ。今回はリクエストに応えて作りました。皆様もリクエストお願いします。コメント欄で待っています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。